はい。ついつい、録画停止ボタンを押してしまいました。まだまだ紹介したものはいっぱいあるんですけども、これあんまりやりすぎてね、単なるダラダラになります。ダラダラになるんですけども、これ何が言いたいかっていうと、何が言いたいかっていうとね、ちょっとカメラこっちに戻しますよ。何が言いたいかっていうと、この漫画なら漫画、CD なら CD、それから、まあ、当時の思い出なら思い出、全部切り取って、それぞれコーナーにしてるのが私の YouTube チャンネルなんですよ。ですんで、ロスジェネ世代がね、うわ、むちゃくちゃすげえ、こんな YouTuber いたんだみたいな気力をたくさん私は、 け放ってるんです,よですんで私のチャンネルのユーザーさん視聴者さんは40代後半から50代中盤が圧倒的に多いと、ね、私と共感するそんなね世代ばかりですよだからどこを切り取るかによって違う再生数の30とか50を作ってるんですよね儲ける方法ばかりで集めてるわけではありませんむしろねうん青春の残りがをもう一回やってみようかみたいなね懐かしさも商品になってるわけですよ なんかね、だん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 この動画がぐだぐだなってきましたけども、まとめていきましょう。モデル感、これもね、ちょっと高いやつですごいリアリティのあなやつです。ずしっと重いですね。それから、刀もありますよ。模造刀ですけども、日本刀です。すごいやつ。で、私の得意な、ギターですね。青春時代はバンドブームでしたからね。 こういった尖ったギター、グローバージャクソンのギターを担いでやっておりました。はい、ちょっとオタク部屋出ましょうか。もうキりがないんで。今回はですね、ちょっとね、ラフな動画になりましたけども、たまにはこういうのもいいんではないかなと思います。今手で持ってやってますけども、あの結局あの、どんな切り口で挑戦するか、その効果が出るのに、例えば3ヶ月かかるとして、挑戦して、検証して、 それを伸ばしていくのか、それとも諦めていくのか、アレンジしていくのか、もうこのテストマーケティングを日々やるわけなんですよ。ですので私の動画は政治のやつもあれば芸能のやつもあったり、時にはね、えー、なんか裏話みたいなね、あの、都市伝説みたいなのもやったりするわけなんですよね。で、YouTuber 紹介みたいなコーナーもたまにやったりとかして、あの、私が他の YouTuber さんの動画を見るじゃないですか。で、私の視聴者さんは、 じゃあ私の動画を見るのと同時に他のどんな YouTube のチャンネルを見てるのかなってこれリサーチするわけですねそうすると私の視聴者さんがまあ見てるだろう YouTube チャンネルのそのオマージュをやったりするわけなんですよねそうすることによって、まあ、視聴者さんがねなんかこうにやりとするというかおもしかしてあれあのネタじゃないのみたいな、ね、そういうようなことも取り込んでやってるってことですよねで結局その多くの人がお金の問題解決をしたいわけですよ でもしかしたら、YouTuber としてお金の問題解決をしたいわけではないかもしれない。そういったときに、実はね、あの今回は気になる男シリーズなんで言いますけども、いや、覆面 YouTuber アカデミーっていうふうにくくると、実は YouTube をやりたいって人しか囲えない可能性があるんですよ。ですのでそこをどう考えるかですよね。じゃあ YouTube 以外で稼ぐ方法をリリースしていくのか、それとも、他にはトーク技術、パブリックスピーキングの 講座をシリーズとしててやっていくのかライティング講座とかをやっていくのかまあ FX でもいいですし投資のことをやっていくのかとかねその入り口を YouTube の道だけではなくて他の道もこう伸ばすようなことをできるようだったらやっていった方がいいかなと思いますし、まあ、やらないまでも少なくともマーケットはどんなことに興味があるのかなってことを知る上でいつも YouTube 中心の話じゃなくて YouTube が離れたねただ趣味の。 車の話とか釣りの話とか相撲の話とかっていうのを投げてみてどこに一体視聴者さんは期待してくださるだろうかチャンネルはそれによって増えるんだろうか減るんだろうか再生数はどうだろうかっていうような変化を見ながらまさに自分自身の発信も変化させていくってことが詳細なんじゃないかなと思いますやっぱね自分の非を認めるとか自分のできてないところを認めるそれはもう当然するんですけどもじゃあどうするっていうのがないんですよじゃあどうするっていうのがない多くの人にはじゃあどうするっていうのがないしじゃあどうするかあったにしてもそれやりましたって言ったらやってないんですよ 速塾の熟成の中には,の中にはねあの私が課題を設けて1週間とか2週間ごとに聞き取りをすることがありますこの2週間どんなことをやりましたどういうふうに過ごされましたいやーほとんどできていませんでしたねいや忙しいのは分かるんですけども忙しいからといってやらなければずっとその状態続きますよ忙しいからこそそっから抜け出すためにプラスアルファではしごを登らないといけないんですよじゃあはしごを登るのを 休憩ししててすいませんできてませせんんでできたといや私はいいですよ。私はいいんですけどもあなたはどうするんですかと。やらずに放置しといて何かできるんですかっていうことじゃないですか。で、厳しい方かもしれませんけども無無理理をすするるるるこことととにによよよっっててがでできううなくるところもあると思うんですよ自分の実力100%プラスアルファで110%やったときに10%の伸びしろに耐えれるようだったら今度は110やるのが100%になるわけですよ。それが成長と進化じゃないかなと思います。 で変化変化って言いますけどもあのやっぱりこう自分で認識できる変化ではなくてあ確かに変わったよねって思われなければ自分は変わったつもりであってもねそこが本当に検証できているのかそれに対してどのように次のアクションを練っていくのかっていうことは日々ね 突きつけけらられなければならななななばいい課題ではないかなとそれは誰かに聞かれたから言うわけではなくて自分一人で決めていくことを選んだ仕事なら自分で気づいて自分で挑戦して自分で修正してやっていくしかないかなってことですよねだからね評価してくれる人が会社だったら上司や部下とかそれから昇級とかに分かりやすいじゃないですかでも私たち一人でやるとたまたまこの数字が出なかったのか出たのか分かんないんですよね わかんないからこそ評価してもらわないといけないのになぜかね評価を恐れたりとかそもそも評価できるほど行動してないんで評価のしようがないってことになっちゃうわけなんですよ。今日のメッセージはそこですね、うん、評価のしようがないほどの実績の積み上げってのはまさに評価しようがないんでこれはすごいねこれは確かにやったよねっていう風なね例えて言うと1ヶ月でチャンネル登録1000人いったみたいなのね。 そこですよねすごいなと思うでチャンネル登録一斉にねこれタカさんが実際に生徒さん行ったわけなんですけどもじゃあこれをどのようにさあのやって1,000人行かしたのでしょうかってことが今度次の人が期待してるアクションなんですよね。いやこの人は行きましたこの人は行きましたっていうだけではダメでじゃあ私がどのようにやったからこの人は行ったんですよっていうふうに体系化してそしてね意識して再現すると同じような結果が出る1,000人でなくてもね。 例えば800人とか900人になりましたとか少なくとも600人700人ぐらいになりましたみたいな人が作れるようになってくるとその道はあ足元が固まったよねと言えるんですけどもなんかいろいろやってみたらなんとなくこの人ができたから取り上げてすごいでしょすごいでしょになっちゃうとこれはね逆に信頼されるところが信頼を落とすことになってしまうんでそこは用心した方がいいかなってことですねたまたま出た結果に対してあまり祭り上げない方がいいかなとまあでもね実際にう なんか足跡をしっかり残して結果も出たんだったら高く評価するべきでしょうねだここがねだからマーケットによってはそれたまたま言ったんじゃないのそんなのなんか自分の実績にするなんてなんかちょっとおかしいんじゃないのって思われるのかそれともねいやこれは確かにどこどこ塾に入ったからできたことだよねっていうふうに思わせるかってここはね非常に大事なことになってきますもしかしたら本人の力量で言ったのかもしれないしもしかしたら指導で言ったのかもしれないし まあそのためにもできれば実績が出た方とは何かのやり取りを持ってねズーム対談でなくてもいいんで何、えー、かアンケートを取って、えー、どうしてこの結果出たと思いますかみたいなので Q&A やってみるとかね、まあ、そういったものがあるといいのかなと思いますねそれも一つの挑戦でございます。それれじゃゃあ今回は以上ですす部に分かれちゃってすいません